はい、どうもレインチャンネルです。今日撮影しているのが11月11日の月曜日になってます。まあポッキーの日ですね。まあ関係ないですけどね、ポッキーの日はあんまりなんか、まあポッキーの日とか、まあゾロ目なんでパチンコ屋さんすげえ混んでんじゃないかなっていうふうに思います。まあ僕もね、休みでちょっとパチンコ屋さん行きたかったんですけど、ちょっとまあ編集とか真面目にやろうかなと思って、ちょっと今回は諦めました。まあつかぶっちゃけると朝車でパチンコ屋さんの前まで行ったんですけど、ちょっと人いすぎて抽選取れなそうだなと思ったんで、真面目にあの編集やろうかなと思って帰ってきました。でまあ今日もやっていくんですけど、何本か前の動画でも言ってるかもしれないですけど、アウターとかも結構買ったりとか僕してきたんで、もうそろそろどっかで購入品紹介みたいのをやってもいいかなっていうふうに思ってます。であとインスタグラムの方ですね、がちょっとスタイリングとか全然できてなくって、ちょっと前も言ってるんですけど仕事が忙しすぎてちょっと撮影できなくって、インスタ撮るんだったらやっぱ外とかで撮りたかったんで、帰ってくるのが夜中とかだとね、その撮影ちょっときついんで、ちょっとホラーな感じになっちゃうんでできてないんですけど、まあ12月過ぎてとか落ち着いたら徐々にそっちもちゃんと更新していこうかなっていうふうに思ってます。でやっていくんですけど、今日やりたいのはというか、僕の動画の初期の方ですかね、かなり初期の方かな、まだ照明も全然暗くて、なんか僕も黒髪でみたいな時代の動画の時に、多分下出てると思うんですけど、僕が33年生きてきて、その中で一生かっこいいと思うアイテムみたいな動画をやったことがあって、それなんかまたやろうかなと思って、第2弾みたいのや思ったんで、今回は僕が今まで見てきて、もうずっとなんか生産されてるうちは永続的にかっこいいなって思うものを特集ちょっとしてみましたっていう動画ですね。まあその僕がずっとかっこいいと思ってるものをちょっと出していこうかなっていう動画になってます。まあ前回の時は結構ラルフとかヘインズの T シャツとかティンバーとかそういうの出してたのかな、多分スタンスミスとかそういうの出してたと思うんですけど、今回ちょっとまた違うもの出していこうかなと思います。でサクサクやってって、なんかすごく細かく説明はしていかないです。今回は流れるように進んでいこうかなと思います。で1点目からいきたいと思います。1点目はこちらになります。もうお分かりですよね、ドクターマーチンです。実は僕自体はドクターマーチンって買ったことがないんですよね。僕が高校生の時代の時ってバンドブームでスト系みたいな感じのやつと、まあ、パンクみたいな感じのやつみたいのがいて、パンクみたいな感じの格好してるやつはドクターマージン履いてて、スト系みたいな格好してるやつはティンバー履いててみたいな時代で、僕はティンバーを履いてたんですよね、ずっと。でドクターマーチンずっとかっこいいと思ってたんですけど、やっぱそのティンバー履いてるっていうのがあって、ドクターマーチンってずっと手を出してこなかったんですけど、やっぱりずっとあるものじゃないですかドクターマーチンって。でもその中でずっとやっぱかっこいいなと思うのがやっぱドクターマーチンかなっていう風に思って、ドクターマーチンここが出しました。僕も絶対ドクターマーチンはどっかで買います。この動画で絶対出すようにします。もう絶対ドクターマーチン買ってこの動画で出そうかなっていうふうには思ってます。本当にやっぱドクターマーチンはやっぱティンバーと並ぶずっとかっこいいブーツなんじゃないかなと思うので、やっぱドクターマーチンを1点目に出したかったんでドクターマーチン出しました。まあね、僕の中の固定概念でドクターマーチンはなんか、なんだろう、そのパンクっぽい格好でしか履いちゃいけないみたいなイメージがずっとあったんですけど、まあ別にそんなことないじゃないですか、当たり前ですけど、この自分のコーディネートになんか組み込んでいけるスタイリングなんか考えてドクターマーチン購入しようかなって思います。で1点目はドクターマーチンですね。まあ一生かっこいいんじゃないかなと思います。で2点目はこちらになります。まあラルフのチェックシャツですね。あ、ラルフのチェックシャツはどの柄でもいいですけど、やっぱかっこいいですね。この胸にラルフのワンポイントと、あとはそのチェックの配色とかもう完璧なんじゃないかなと思って、もうラルフのチェックシャツは一生かっこいいと思います。なんか古着屋で探してもいいし、新品で買ってもいいしって、どれ買ってもなんかいいんじゃないかなと思って、今回はラルフのチェックシャツ出しました。まあ、前回ラルフのキャップとか多分出してると思うんですけど、あ、まあチェックシャツの方がみんなが使いやすいアイテムなんじゃないかなと思います。ラルフのキャップってスト系な匂いするんですけど、チェックシャツだったらどのジャンルでも組み込んでいけるんじゃないかなと思って、で今回ラルフのチェックシャツを出しました。まあ永続的にかっこいいとは思うんですよね、ラルフ。ここ最近僕のなんか紹介動画でラルフ出ること多いですけど、やっぱああやってラルフ見ててもやっぱかっこいいなと思うもすごい多くって、その中でやっぱラルフいいなと思って今回ラルフを出しました。で次なんですけど、次はちょっと小物になります。次はこちらになります。ホワイトハウスコックスの、まあレザーの財布ですね。形はどれでもいいんですけど、今回出したのは長財布出してますけど、
革の質とか使い込んだ経年劣化してきての表情だったりとか、やっぱずっとかっこいい、一生かっこいいアイテムなんじゃないかなっていうふうに思います。僕が次買う財布も絶対ホワイトハウスコックス買おうと思ってるんで、やっぱホワイトハウスコックスってかっこいいなっていうふうに思いますね。若い時は全然なんか このブランドって何とも思ってなかったんですけど、年取ってくるにつれてやっぱどん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 かっこいいなって思うようになってきたんですね。このベーシックさとか、この作り込みだったりとか、なんか若い頃ってなんか例えばクロコダイルだったりとか、あとなんか装飾が入ってるとか、そういう財布ばっか目についてましたけど、うん、やっぱなんか大人になってきたらこのホワイトハウスコックスの魅力、やっぱもうずっとあるものだし、やっぱずっとあるものでずっとなんかいいんだなって改めて思いました。ちょっと前に僕も店頭でまた見たんですけど、やっぱかっこいいなと思ったんで今回は出させてもらいました。本当ホワイトハウスコックスの財布おすすめです。でちょっと下出てると思うんですけど、財布特集の時にも僕これ出してるんで、あのもしよければ細かくはそっち見てもらえればなっていうふうに思います。熱くなんか説明してると思うんで、ぜひ見てもらえればなっていうふうに思います。で次なんですけど、次はこちらになります。なんかパッと見わかんないですよね。なんだかわかんないと思うんですけど、まあこれは一緒あるかどうかはわからないですけど、これ以上のなんかメッシュベルトはないなって僕が思ってるもので、 AKM のメッシュベルトになります。まあ値段はバックルとかそのベルトの幅次第で値段変わってくるんですけど、ものすごい高価なベルトなんですよ。10万前後する、まあ安いのでも6万ちょいから十何万ぐらいまでの幅があるベルトなんですけど、やっぱこれ以上に作り込まれたメッシュベルトって本当あんまないなと思って、スーツでもいいし私服でもいいしと思って、やっぱこの AKM のメッシュベルト本当出てるじゃあなんか本当かっこいいなと思いますね。僕もコレクションしてたんですけど売っちゃったんで、徐々に買い戻していこうかなっていうふうにやっぱ改めて思ってますね。僕がここ 1,2 年スト系みたいな格好をしていて結構手放しちゃってたんですけど、やっぱなんか元の服装に戻ってくるとこの AKM のメッシュベルトやっぱかっこいいなと思って、出てるうちはなんかダメになったら買い替えていきたいアイテムだなって思ってます。まあそのシーズンによってバックルが違ったりとかカラーが違ったりとかそういうのがあるんですけど、もうそうそうダメになるもんでもないんで、僕の今回のこのラインナップに入れさせてもらいました。こんなベルトにこんな値段出せねえよって思うと思うんですけど、一回買ってみると中毒性があるっていうか、そういうベルトになってます。実際このベルト買う人ってまたなんか何本も所有してる人ってすげえ AKM 買ってる人だったら多いんで、最強のベルトなんじゃないかなって思います。まあ人それぞれなんですけどね。だから今回だからいいと思ってるものっていう動画自体は、僕がこのレインがいいと思ってるっていう個人のいいと思ってるものなんで、賛否両論あると思いますし、人によって違うと思うんですけど、僕の中でっていうアイテムなんで、あとはもう皆さんそれぞれあの思い入れのあるものだったりとかいろいろあると思うので、なんかこの動画を見てなんか改めて自分のなんかすげえずっとかっこいいと思うもんってなんだろうって思い返してみると、なんか新しくこれ買おうって思うもの増えるかもしれないんで、ちょっと思い返してみると面白い発見があるかもしれないです。僕もお風呂入ってる時にこれを動画のこと考えてて、あじゃあやろうと思ってすぐになんかこうアイテムがポン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 浮かんできたんで今回動画にしたんですよね。本当に動画この動画を撮ろうと思ったのって本当に今日撮影する前にお風呂入ってる時だったんで、だから撮る動画1本増やしたんですけど、そうやって思い返すとなんか急にやっぱすげえ欲しくなったりとかするんで、思い返してみるとなんかこの秋冬になんか新しい風が吹き込むかもしれないですね。買ってみたりして、僕もドクターマーチン本気で購入考えてるんで、今季の秋冬のなんかコーディネートとかで本気で購入考えてたりするんで、考えてみてもいいんじゃないかなって思います。で次はこちらになります。アークテリックスのマウンテンパーカーですね。値段がね高いですけど、やっぱアークテリックスって高校生の時からそうなんですけど、やっぱずっと憧れのアイテム、憧れのマウンテンパーカーなんですよね。僕ナイロンアウターの特集多分下出てると思うんですけど、やった時に紹介多分してると思うんですけど、やっぱアークテリックスのこのマウンテンパーカーだけは別格だなっていう風に思ってて、ノースフェイスとかのもいいんですけど、やっぱなんかお金出せるんだったらアークテリックスかっこいいなっていう風に思いますね。でやっぱずっとかっこいいっ
で高校生の時からずっとどんなジャンルの服装してる時もかっこいいと思ってたもんなんで、もうこれはもう永続的にかっこいいんだろうなと思って今回これ出しました。ノースフェイスが結構あまりにも有名じゃないですか、あのマウンテンパーカーとかって。もしあの機会がありましたらアークテリックス一回試着してみてください。アークテリックスはアークテリックスの良さがあると思います。ノースフェイスはどっちかというとストリートな感じの服装にはまりやすいイメージありますけど、アークテリックスの方は逆になんか他のなんかテイストの服装に結構ハマる感じなイメージあるんで、まあ、使い方だとは思いますけど、ぜひなんか見てもらってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で今回の紹介したいのは以上になるんですけど、本当は切りなくまだいっぱいあるんですけど、まあ動画時間的な意味合いでもこんぐらいにしとこうかなと思います。そうすれば多分10分前後とか10分以下の動画になると思うので、今回こんなもんにしとこうかなっていうふうに思います。だから皆さんもなんかね、ちょっと湯船に浸かりながらね、なんか思い返してみると欲しいも新しく増えたりすると思うんで、ぜひ見返してもらえればいいんじゃないかなと思います。特になんか今年秋冬もスト系飽きちゃったよとか、僕みたくスト系飽きちゃったよって言ってなんか服装変えたりとかするような人いたら、思い出してみると新しいもん欲しくなったりすると思うんで、ぜひあの考えたりとか思い出してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。でまああの今回の動画の前にあった同じ企画をやった第1弾の方は概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひ見てください。で当時の結構僕の初期の方の動画なので、なんか照明が暗いしなんか見づらいと思うので、これだけ聞いててくれれば見やすいんじゃないかなと思います。いかんせん今見返すと結構ひどいので、もしよければ見てもらえればって思います。他にも過去動画をちょっといろいろ貼っておきますので、ぜひあのご覧になっていただけたらなって思います。で今回はこれで終わりにしようかなっていうふうに思います。でいつもお願いしてるんですけど、 Twitter と Instagram のフォローよろしくお願いします。概要欄に直リンク貼ってますので、あのぜひよろしくお願いします。あとはグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24/7 No reply when I text at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you